行きますか。それ僕のアイデアですよねっていうコメントね、毎回いただきます。ありがとうございます。ニコ生じゃなきゃダメみたい。あんな子が昨日なんかすごく優しくて、こちらとしてはそんなつもりないけど、いやバレてんじゃんってか聞こえてんじゃんそれ、頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい、そう今すぐ君に会いたい、君に会って確かめてみたい、世界の断り愛の定義、幸せのカテゴリー、まだまだ君も知りたい、こんなセリフ誰でもないけど、どんなにかこつけダメみたい。今頃になって気づいたところでさ、明日も家の前通るわけだけど、いや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれ、意味がない。君じゃなきゃダメみたい。